こんにちは。スパイクウォッチ9の時間です。はじめのニュースです。今月7日、スパイクがこたつの中で寝ていたところ、父がこたつ布団を剥がす事件が発生しました。今月7日午前8時ごろ、スパイクがこたつで気持ちよく寝ていたところ、掃除をするために現れた父がこたつ布団を剥がし、スパイクが唖然とするという事件が発生しました。なお、この様子を撮影した映像を母が X、旧ツイッターに、えっというスパイクの心の声とともに投稿したところ、 1.6 万のリツイートと15万いいねが寄せられました。この世の中からの大きな反響にスパイクは、スパイク15万いいね来ましたけど、なお X、旧ツイッターを運営する母は、今後も YouTube のチャンネル登録や X でのいいねをよろしくお願いしたいということです。